抜けた歯をペンチは挟んで引っ張るだけ。お口開けてください。口元美容香りです。なあなあ、歯を抜く道具、いわゆるみんなが言うところのペンチってやつ、あれどんなんかよう見たことある？今日はそれ紹介してみようかな。じゃじゃーん、ということで歯を抜くペンチお伝えしたいと思います。お見せしたいと思います。じゃん、こうやってね、メッキのボックスの中に入ってるんだけど、これでしょこんなんもあるしね、キャーそうそう、これさ、こうキュッと曲がってんの、曲がってんのが上の歯抜くの。上の歯抜くときってこう曲がってないと入らへんから、こうキュッキュッて曲がってる。で、下の歯とかは見えるやんか、見えるから抜きやすいやん。こんだけで十分キュッと引っ張れんねんけど、ちょっと形ちゃうやん。ほんでほんで、子供用とかのちっちゃいのもあるよ。子供用、子供用もほら、上はちょっと曲がってたりすんのよね。下はまあキュッてくの字やんか。こっちはガクガクなってるやん。上と下で使い分けがあるんよね。で、まあ根っこ、そうそう、歯の頭の部分なくなってしまって根っこだけで取らなあかんとかっていう時は、こんな細いのでキューと突っ込んでいかないと入れへんかったりするから、こんな細いのもあるよね。え、いろいろあるやんか。でも歯抜くのって基本的にこれちゃうねん、こんなペンチちゃうねん。実はこっち、こっちのヘーベルって呼ばれんねんけど、これで歯と骨の間をグリ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 って差し込んでいって、テコの原理で持ち上げるんよ。そうやね、歯を抜いてるのは実はこのペンチたちじゃなくって、こっち、これで歯と骨って硬さがちゃうし、その間にコラーゲンの繊維があって、こう歯の力、歯に受ける力、噛む力とかをクッションでこう沈み込みながら支えてくれてんやんか。だからその間ぐーっとクリ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 ってこういうのを突っ込んでいったら、歯と骨が外れてキュッ揺れ始めんのよ。あー、もう抜けそうっていう時にこれで引っ張っていく。ほぼ抜けた歯をペンチは挟んで引っ張るだけ。だから実は、あ、ペンチ怖いって思ってたかもしれへんけど、実は歯抜いてんのこっち、こっちなんだよ。知らんかったやろ。だって歯抜いてる時見たことないもんね、自分の歯。うーん、もしくは子供の歯、そんなん自分で見ることないもんね。しかも人の歯抜いてる時も立ち会うこともないもんな。だからさ、歯と歯茎の間にグニ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 って入れたら、ほら浮き上がってきた、わかる？グニ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 って入れたらさ、こう浮き上がってくるやん、ほら浮き上がってくる、もう抜けそうって浮き上がってきてるやんか。この浮き上がってきたんをこのペンチさんで掴んで引っ張って抜くって感じ。わかった？実はこうやってペンチは最後に使っているんだよ。はい、ペンチ怖いと思ってた皆さん、実は歯を抜いてたのはペンチではなくこっちのヘーベルでした。今度なんか歯を抜く機会あったら嫌やけどあったら困るかもしれへんねんけど、まあ親知らずとかね、そんなやったら抜くこともあるかもしれへんし、あ、どんな道具出てんねやろうってキョッキョロッキョロッと見てみるのも面白いかもよ。そんな余裕ないかな。チャンネル登録お願いします。
高評価ボタンもよろしくお願いします。